B.L. 的日はも暴露され、横浜流れ星が平野仕様との共演で見せた謎の親密ぶり。著称、驚きの生配信。2023年8月30日、平野仕様、小平野が自身のインスタグラムで行った生配信中に、俳優の横浜流れ星、横浜ライユーサリーがサプライズ登場し、ファンを驚かせました。この意外な瞬間から、 二人の親密な関係が明らかになり、ファンからは驚きと喜びの声が上がりました。第一章、親密な会話。横浜流れ星が生配信に登場したのは、開始から約45分が経過した頃でした。平野紫洋は横浜を見て元気トイプードルみたいな髪の毛じゃん。かわいい。と声をかけました。 横浜も笑顔で元気だよと返し髪型は表撮影して宝と髪型について説明し二人の仲の良さを明らかにしましたその後も横浜がもうしっかりインスタグラマーじゃんと平野をからかい平野は全部大人の知識だから全部教えてもらってると冗談を交えて答え和やかな会話が続きました この約6分ほどの和やかな交流により、生配信の視聴者数は、たちまち52万人を突破し、アーカイブにも、いいね。が60万近くつけられ、二人の人気ぶりを証明しました。ネット上の視聴者からも、二人のキラキラがすごすぎてパニックだった。本当に癒しの時間をありがとう。 まさか、横浜流星くんが登場してくれるとは思わなくて、びっくりもしたし、大好きなお二人の会話も聞けて、嬉しかったです。夢のようなコラボでしたねから。二人とも自然なトークがさらに素敵でした。などの声が続々と寄せられ、ファンにとっても至福の一と時となりました。第2章、共演のきっかけ。この意外な共演については、その背後に様々な秘話が隠れています。 二人は2018年に公開された映画、ハニーで共演し、この作品が彼らの関係を築くきっかけとなりました。しかしその後、コロナ災いでの外出自粛要請の時期には、離れていても頻繁に電話で会話することが多く、お互いに親しい関係を維持していました。特に、平野から横浜へのメッセージが注目されました。 平野が横浜に愛してる、とメッセージを送り、横浜も、じゃあ俺もだよ、と返答するなど、二人の友情が深まっていることが垣間見えます。さらに、セクシーゾーンへの菊池風魔が二人の親密さを暴露し、物件の相談など、二人の信仰の証拠が次々と明るみに出ました。芸能記者は、二人について、相思相愛、顔面最強コンビ、と唱え、 その親密な関係を賞賛しています。二人のコラボに対する期待は高まり、今後も様々な形での共演が期待されています。第3章、ファンの感想。この生配信での横浜流れ星と平野紫耀の交流に対するファンからの反応は非常に熱烈でした。二人のキャラクターと個性が交錯する瞬間に、ファンからは感動の声が相次ぎました。 以下は一部のファンの感想です。二人のキラキラが凄す,すぎてパニックだった。本当に癒しの時間をありがとう。まさか横浜流星くんが登場してくれるとは思わなくてびっくりもしたし大好きなお二人の会話も聞けて嬉しかったです。夢のようなコラボでしたね、から。二人とも自然なトークがさらに素敵でした。これらの感想。 からもファンがこの生配信を楽しんだことが伝わります。二人の和やかな雰囲気と親密な関係が視聴者にとって特別な瞬間となりました。結論、未来への期待。横浜流れ星と平野仕様の生配信で明らかになった親密な関係はファンにとって嬉しいサプライズとなりました。彼らの友情や共演の秘話は 彼らがどれだけ仲良しであるかを証明しています。今後も二人のコラボが様々な形で期待されています。その一瞬一瞬がファンにとって特別であり、彼らの関係がますます深まることでしょう。横浜流れ星と平野紫耀の素敵な瞬間にファンは今後も胸を躍らせることでしょう。